皆様こんばんは、エドです。今日も短編の朗読をしていきたいと思います。よかったら最後まで聞いていってください。それでは、いってらっしゃいませ。変わらない愛の形。小さな頃から、父はお弁当によく手紙を入れてくれていた。この授業しんどいだろうけど頑張れ。とか、運動会負けるなよ。とか、振られたくらいで泣いたりするな。とか、それはもういろいろな種類の手紙が添えられていた。料理は母親担当、手紙は父親担当だった。私は当時思春期だったから、その手紙を鬱陶しく思ったし、心の底からうざいって思ったし、時にはゴミ箱に捨てたりもしていた。それでも、お弁当に添えられた手紙は、私にとっては日常の一部だった。しかし、中学校に入った頃、両親が離婚した。私の前では見せることがなかったが、随分と前からすれ違いが続いていたらしい。父は家を出て行き、私と母の二人暮らし。当たり前のように、お弁当に手紙がつかなくなった。あれだけ鬱陶しかった手紙。亡くなってみると、寂しくて仕方なかった。それから父親は、仕事も変えて、遠くの土地に引っ越した。それ以来の会う頻度と言ったら、数年間に一度のタイミング。だから、会うたびに、シワが増えて、老いていく父親を見て、なんだか胸が痛くなった。私たち家族が、父だけを置いて、幸せな暮らしを送っているような、そんな罪悪感にも駆られた。もしかしたら父親は、私たち家族のことを恨んでいるのではないか。そんな風にも思った。大学を卒業して、社会人になった私は、何年か経ってから、念願の海外転勤をすることになった。昔から、世界を股にかけて働くことに憧れがあったのだ。そして、いよいよ家を出る当日、母親になぜか弁当を持たされた。お弁当なんて、高校生の頃以来である。機内食があるからいいと言ったのに。お弁当の袋を開けてみると、そこには手紙が入っていた。私は驚いて、お母さん、これどうしたの？と言うと、お父さんが送ってきたのよ。え？父と母は、長い年月をかけて、今ではたまに連絡を取り合うようになったらしい。私の海外転勤のことを伝えると、これを弁当に入れてやってくれ、と、送られてきたそう。もう子供じゃないんだからって言ったんだけどね。あんな真剣な声で言われたら、私も作らざるを得ないわよ。作らざるを得ない、という割には、相当彩り溢れた弁当で少し笑ってしまった。私は、
久々の手紙に少し緊張しながら、恐る恐る読んでみることにした。久しぶりだね。元気にやってるかな。こっちもなんとかやっております。こうやって、お弁当に添える手紙は、きっとこれが最後でしょう。海外での生活は、大変なこともたくさんあるでしょうが、きっとあなたなら、日々を楽しく乗り越えられると信じています。いつかまた、元気に会える日を、心待ちにしています。昔と何も変わらない言葉遣い、筆跡、涙が止まらなくなった。父親は、私のことを恨んでなんていなかった。その手紙には確かに、年月が経っても何も変わらない、愛の形が残されていた。やっぱ、弁当と手紙はセットじゃなきゃ。私は涙を拭い、行ってきます。と家を出た。空がすがすがしく、いつもより青く透き通って見えた。私もいつか子供ができたら、弁当に手紙を添えてやりたいな。そんなことを思って、くすりと笑いながら、私は空港へと向かった。ボロボロの服の彼女。小学校の入学式。僕が慣れない、ピチピチのスーツを着ながら、母親と校門をくぐった。すると、子供たちの中に、一人だけ、ボロボロの服を着ている女の子がいた。どこかの家の妹さんかと思ったが、それは違うようで、そのままの姿で、入学生の列に並んでいた。周りからはひそひそ、くすくす笑われていたが、彼女はそんな声にも動じず、ずっと堂々としていた。その姿を見て、僕は子供ながらに、かっこいいな、と思ったのを覚えている。入学式が終わった後で、体育館の裏で、彼女が顔を伏せて、座って泣いているのを見た。彼女の近くに、親の姿は見えなかった。僕はその時、声をかけることができなかった。恥ずかしかったのと、なんて言っていいのかわからなかったから。そして偶然にも、僕と彼女は同じクラスになった。ちょっとだけ嬉しかった。新生活も落ち着いてきた数週間後、僕が教室に入ると、彼女の机に、大量の落書きがしてあった。僕が驚いて周りを見渡すと、クスクスと笑う女の子たちがいた。彼女はまだ登校していないようだった。僕が彼女に近づいていき、これ、君たちがやったの?と尋ねると、そうだよ。美咲ちゃんさ、
服も髪もボロボロだし、いじめてあげようと思ったんだ。あの子、お母さんもいないんだって。うちの親が教えてくれたんだ。と、何の後悔もないように、明るく言い放った。僕は、彼女が登校する前に、雑巾を使って、全力で落書きを消した。とにかく、彼女の泣き顔だけは、もう見たくないと思ったんだ。あのさ、よかったら、うち遊び来ない？ある日僕は、授業が終わったばかりの教室で、彼女にそうやって声をかけた。え？いいの？いつも一人でいた彼女は、目を丸くして驚いていた。やっと誘うことができた。僕は彼女がずっと心配だったから、タイミングをずっと伺っていたんだ。もちろんだよ。じゃあ、一緒に帰ろう。うん。彼女は少しだけ嬉しそうに見えた。いらっしゃい。待ってたよ。家に帰ると、母さんが出迎えてくれた。実は僕は、母ちゃんと姉ちゃんに事情を話していたんだ。彼女がいつも一人でいること。彼女がボロボロの服を着ていること。周りから馬鹿にされていること。そして僕は、そんな彼女を放っておけないこと。何それ？じゃあ私たちが何とかしてあげよう。姉ちゃんは怒ったように声を上げてくれた。そうよ。うちに連れてきなさい。母さんもそう言ってくれた。姉ちゃんはお下がりの服を譲ってくれて、母さんは彼女の髪を切ってくれることになった。母さんは元美容師だったから、手慣れたように彼女の伸びきった髪を整えていった。彼女は鏡を見て、こんなの初めて、嬉しい。初めて見る彼女の喜んだ姿に、僕もすごく嬉しくなったのを覚えている。彼女は丁寧にお礼を言うと、スキップしながら家に帰っていった。いい子ね。大事にしなさいよ。と、母さんから背中を叩かれて、思わず顔を赤くしてしまった。別にそんなつもりじゃなかったのに。姉ちゃんも一緒になってニヤニヤしていた。そして次の日、学校に登校すると、みんな可愛い彼女に唖然としていた。綺麗でおしゃれな服に、ツヤツヤで整えられた髪の毛。もう誰も彼女を馬鹿にする人はいなかった。当然、男子からもモテるようになっていて、女の子たちからも慕われるようになっていた。はじめ、彼女をいじめようとしていた女の子たちは、まだ陰でブツブツ言っていたみたいだけど、誰も聞く耳は持たなくなっていた。本当に良かった。人気者になっていく彼女に、
僕は少しだけ、やきもちを焼いてしまったけれど、彼女の笑顔を見て、心から安堵した。そしてそれから20年が経った。今ではその彼女は、僕の奥さんになった。周りからはよく、お前がよくあんな美人と結婚できたな、とからかわれたりする。けど、自分でも本当にそうだと思う。未だに彼女が隣にいてくれることは、本当に奇跡だと思ってる。結婚が決まった時、母さんも姉ちゃんも飛んで喜んでくれていた。これからは死ぬまで、彼女には綺麗な服を着せてあげたい。そう誓っている。たとえ血がつながってなくても、おい、クソガキ。お前一人なんだってな。うち来るか。俺は、親戚内で引き取り手のいなくなったクソガキを預かることにした。他の大人たちは、誰も引き取ろうとしなかったから。当時俺は、独身とはいえ、まだ社会人になってから歴も浅かったし、10代の頃は素行も悪かったから、周りからは心底心配をされる羽目になった。あんたに育児できんの？親戚で一番金持ちの宝石ババアには特に嫌みたらしく言われた。じゃあお前が引き取れや。と思って、すごく腹が立ったけど、言い返さなかった。心の中で、まあ、お前なんかに育てさせる気はないけどな。とかも思ったりした。幸いそのクソガキは、それなりに自立した。しっかりとしたガキだった。学校では問題も起こさなかったし、飯も残さず食うし、笑顔がそれなりに可愛かった。まあ家では、随分と生意気に、俺のことを、太一太一、と、呼び捨てにして呼んでくるけど、それでも、仕事終わりに家に帰って、クソガキがいる生活は、案外楽しくて幸せだった。そしてそれから10年後の春、クソガキはそれなりにいい大学に受かった。そして、一人暮らしをすることが決まる。ようやくこの生活が終わるのか。めちゃめちゃ嬉しかったのと同時に、なんだかもやもやした気分になった。この気持ちは一体何なんだろうな。クソガキが家を出ていく少し前、久々に親族の集まりがあった。正直、あまり出席はしたくなかったけど、クソガキの合格祝いも兼ねて、とのことだったので、俺も行かざるを得なかった。集まりの最中、俺がトイレで外に出ると、
クソガキと宝石ババアの会話が聞こえてきた。あんた、イケメンになったわね。うちに来てたら、もっといい大学に行かせてやったのに。あの宝石ババアが、クソガキに向かって話している声が聞こえてきた。相変わらずうざいやつだ。この妖怪面食い宝石ババアが、はせろ。そう思って拳を握りしめていると、次に、クソガキの声が聞こえてきた。いえ、僕は太一さんに感謝してるんで、あの人に引き取ってもらえて幸せですよ。本当に、あの人でよかった。俺は、怒りで握りしめていた拳を、思わず緩めてしまった。あの生意気なクソガキめ。俺にさん付けなんて、一回もしたことないくせに。クソガキが一人暮らしをすると決まってから、ずっとモヤモヤしていた気持ち。それが爆発するように、涙が溢れてきた。なんだよ。俺、あいつがいなくなるのが寂しかったのか。自分の気持ちの正体が分かって、笑いながら泣いた。そして帰りに乗った電車の中で、俺が、ありがとうな。と、脈絡なくクソガキに言った。恥ずかしくて、詳細を話す気にもなれなかったから。適当なタイミングで、窓の外を見ながら呟いた。クソガキは驚いたように、一瞬間を置いてから、先ほどの会話を聞かれていた、と気づいたようだった。ああ、くそ。こちらこそ、ありがとう。クソガキも照れて、もじもじしながら、窓の外を見てつぶやいた。変なとこ似ちまったかもな。そう思った。でも、赤面してるクソガキが、本当に可愛かった。お前、幸せになれよ。いっぱい遊んで、友達作って、彼女作って、楽しんで来いよ。辛かったら帰って来いよ。あと、成人したら一緒に酒飲もうな。必ず帰って来いよ。とにかく、大学合格おめでとう。さあ、ということでお送りいたしました、エドでございます。ここからはエンディングトークということで、エドが、まあちょっとダラダラと、身にもならないお話をしていきたいなと思います。はい。まあ春ですね。はい。4月入って、まああれですか、学生さんはね、まあそろそろ春休みも終わって、新学期かな。で、社会人の方もね、まあ年度が変わって、皆さんこう、ドタバタしてる時期なのかなとは思うんですけれど、まあそんな中でね、まあちょっとでもこう、リラックスできるような時間を作れたらいいなと思って動画を作っております。はい。まあ、リアルタイムで言うとあれですね、あの、桜満開ですね。本当に。まあ、僕東京にいるんですけど、
東京はね、昨日か今日か、なんか満開とか言ってましたね。はい。いやー、今年はお花見行きたいなと思うんだけど、東京でね、あんま花見とかもしたことなくてですね。まあというか、まあどこでもそんなに花見ってしたことないんだけど、どこ行ったらいいんだろうな、お花見って。なんかよく東京とかだと、目黒川の桜並木がね、すごくいいとか、言うじゃないですか。でもどうなんだろうね。個人的にはまあ、人混みとかがあんまり得意じゃなかったりするから、まあ人が多すぎたら嫌だなとか思ってね。なかなかそういうとこも行けずにいるんですけど、もし東京じゃなくてもいいんですけど、ここちょっと穴場ですよとか、こういうところ行ってみたらどうですかとかあったらね、もしくはこういうとこ行きましたとかね、そういうのがあったらぜひ教えてほしいですね。お花は可愛いからね。お花は可愛いですから、まあ、眺めるに越したことはないなと思って、今いろいろ探しております。まあ、春といったら、まあ、桜とかね。あとはまあ花粉症とかですか？はい。悲しい話ですけどね。でも僕は花粉症はなくてですね。結構会う人会う人、花粉が大変だとか、もう鼻水が止まらないとか、そういう風に言ってる人が、結構いるんですけど、全然気持ち分かってあげられなくてね、ごめんねと思うんですけど、やっぱしんどいんですかね、花粉症。いや、なんか怖いんですよね。なんか後天的に全然出るって言うじゃないですか。嫌だな、出たら。僕もともとね、アレルギー性鼻炎は持ってて、ちっちゃい頃から。ただでさえ鼻悪いからさ、そこになんか花粉症とかまで加わったらちょっと嫌だな。って思ってるからね。まあ花粉症には、なりたくないなとか思いながら家の中で過ごしてるんですけどね。はい。皆さんはどうですかね。どんな春をお過ごしでしょうか。今日の、お送りした短編もですね、まあ、入学式から始まる物語があったりとか、まあ、春っていうわけではないけれども、ね、お父さんの手紙を読んで、海外に行くっていう、まあ、別れみたいな、お話があったりとか、養子として引き取った子供が、独り立ちして、一人暮らしする前に感謝を伝えるっていう話を入れてみたりとか、そういうちょっと、まあ、出会いと別れの季節みたいな、作品を多めに入れてみました。いかがだったでしょうかね。はい。個人的にはね、まあ全部好きなんですけど、3作目とか結構気に入りですね。これはまあ、ショート動画で出した時は、なんかすごく再生されてて、ありがたいことに、450万再生とか、されてるんですよ。これすごいですよね。その話をちょっと、引き伸ばして、心情描写も多めに入れてね、書いてみました。やっぱ、いいですね。昔ね、養子って言ってこう思い出すのが、うさぎドロップっていう漫画知ってますかね皆さん。結構前の作品なんだけど、実写化した時に、確か芦田愛菜ちゃんが、小学生役やってたから、少なくとも10年前か。暦とかじゃなくて芦田愛菜で計算するっていうね、新しい計算の仕方なんですけど、うさぎドロップ思い出しますね。なんか、うさぎドロップも、なんかおじさんが、なんか親族の中で、
浮いちゃった、ちっちゃい女の子を引き取って育てるっていうお話なんだけど、なんか、いや、それはちょっと衝撃的な展開でですね、すいません、うさぎドロップ今から読みたいよって人がいたらめっちゃネタバレするんだけど、まあ、全然ね、もう昔の作品なんでいいと思うんですけど、もともとはね、確か、なんか30歳くらいのおじさんと、小学生、確か小学1年生とかの女の子のほのぼのストーリーみたいな感じで進んでいくんですよ。で、漫画の終盤で10年後になるんですよね。10年後ってなって、女の子が高校生みたいな。で、おじさんはおじさん普通のおじさんから、まあちょっと行ったおじさんになるんですよ。で、なんか、俺これちょっと引いちゃったんだけど、個人的な感想ね。なんか、恋愛感情になるんですよ。そこで。これ、すごくないですか？女の子側も、なんか、好きみたいな。で、おじさん側もなんかちょっと、なんかおいおいとか言いつつ、なんかまんざらでもない感じみたいな展開になってて、みたいな。ほのぼのしてたのになんか、っていう感情になったのめっちゃ覚えてますね。気になる方は、ぜひ、アニメとかもあんのかな？わかんないけど、僕はなんか漫画で読んだ記憶があるんですけど、よかったら読んでみてほしいなと思いますね。なんかそれめっちゃ思い出します。容姿の作品とかを書いてると。あとなんだろうな。まあ、最近のね、まあ、江戸の私事で言うとね、初めて、サンリオピューロランドに行きました。男二人で、大学時代の後輩の男の子から、誘われてですね、よかったらサンリオ二人で行きませんかって言って、サンリオに行きましたね。はい。楽しかったです。サンリオ。いや、どんなもんなんだろうって思ってたんですけど、ショーがすごかったね。びっくりした。めちゃめちゃ良かったですね。まあ、なんだろうな。まあ、グッズとかはさ、まあ、すごい色々あって楽しかったんだけど、まあ、言うてもね、成人男性だからさ、まあまあまあこんな感じかっていう程度だったんだけど、ショーはすごかった。なんか演出もすごかったし、キャラクターが踊るだけじゃなくて、ちゃんとね、人間のキャストさんもいらっしゃるわけよ。で、その人間のキャストさんが踊りながら結構煽ってくれるんだよね、観客を。で、キャラクターと一緒に踊るみたいな。いや、なんかね、すごかった。うわ、プロのエンタメだっていう。で、なんか映像の演出とかもすごく凝ってて、いや、なんか結構釘付けになって見ちゃいましたね。帰りはApple Musicで一曲入れましたからね、サンリオの曲。いや、これちょっと良かったなって曲、Apple Musicで入れちゃいましたから。いや、良かったですね。はい。まあそんな感じで最近の江戸の、プライベートのお話でございました。さあ、今日はこんな感じでね、そろそろ終わりたいなと思います。よかったらですね、この動画の感想とか、このお話が良かったよとか、あとはまあ何でもいいんですけども、コメントをたくさんしてくれたらとっても嬉しいです。そして、お時間あったらね、高評価のボタンもポチッと押してくれたらとっても嬉しいです。ということで、本日も本当にありがとうございました。皆様、おやすみなさいませ。